こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。サマースコール前に行きそうです。エイティバード、それに続いています。さらにはファーマーウェイ、1番メイクスキーム、その後ろ後方に控えたのがフライソーフリー。前に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。メイクスキーム先手を取りました。ドクターゼウスすぐ後ろ、その隣にファーマーウェイ、その横にサマースコール、その外にプレザントタップ、さらにはパセアナ、内からはアメリカントリック、その外からジョリーズヘイロー、その外にカリビアンビリーブ。後ろからの競馬になりました。ミスター東人、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。内からはオレンジチョイス、その隣にソシアルギムレット。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。このあたりで先頭が変わりました。サマースコール、2番手はファーマーウェイ、メイクスキーム、3番手ミスター東人、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はサマースコール、プレザントタップ続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サマースコール先頭、1馬身から2馬身のリード。残り 200m、 サマースコール先頭だ。残り 100m、 サマースコール粘る。一気にジョリーズヘイロー、ミスター東人、ミスター東人1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ミスター東人、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはスピードフローリップ、ジェリージャスミン。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスピードフローリップ花に立ちます。その後ろからはアイシーウェルズ、この馬も上がっていく構えです。さらにはジェリージャスミン、4番アポロドロール、その後ろ。先頭に戻りましょう。先頭はタワッチトリビュート、短期の逃げに持ち込めるか。並んで4番アポロドロール、その外からジェリージャスミン、その隣にスピードフローリック、イングランドアセット、すぐ後ろ、その外にタフネスチーフ、その隣にシックスエッジ。並んで13番アイシーウェルズ、ピンクの帽子、シャンペンクラフト、その後ろ。内からはディバイングウェル、しんがりからイタリアンクレア。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。4番アポロドロール、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ4番アポロドロール、2番手のイングランドアセット、先頭を捉える勢いです。チェリージャスミン、3番手カワチトリビュート、いい位置です。さあここからどうか。アポロドロール先頭、差はほとんどない。2番手はアポロドロール、アポロドロール、さあ果たしてこの足色はどうか。カワチトリビュートまだ後ろ、懸命に前を追っています。アリゾナタイガー抜けた。サンライトフローリック、サンライトフローリック、サンライトフローリック、1着、2着は微妙です。勝ったのはサンライトフローリック、見事な勝利です。これからの勝負、ここで先頭はオーロラリセス、オーロラリセス先頭、2番手はカワチサンド、追いすがります。残り 200m、 先頭はカリブソング、アズマイースト抜けた。カリブソング、追いすがります。アズマイースト、バリエンテ1着、2着にはどうやらムービースター。まずは前哨戦を制しましたバリエンテ、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は目白タンポポ、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 200m、 目白タンポポ先頭だ。残り 100m、 目白タンポポ粘る。一気にデルタイプソム、サマーサクラ伸びない。目白タンポポ大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ、まもなく発走です。さあ最後は大外枠の竹電ファイター、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ミオノゴールド前に行きそうです。マックスフリート、それに続いています。さらにはオサイチブルベスト、2番スタビライザー、その後ろ後方に控えたのがアドマイアエンゼル。先頭に戻りましょう。ミオノゴールド先手を取りました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のタケデンファイター、現在馬群の中ほどにつけています。前に戻りましょう。ミオノゴールド先手を取りました。その外にカフェステージ、オサイチブルベスト、そのうちに続いています。その後ろに竹田満月、並んで2番スタビライザー、ピンクの帽子竹田ファイター、いい位置につけました。ノーブルアポロすぐ後ろ、並んで15番メジロダイヤモンド。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここで大光ガルダ先頭に変わりました。ミオノゴールドほとんど差がありません。竹田ファイターいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。大光ガルダン先頭、竹田ファイター先頭、2番手は大光ガルダン、追いすがる。あと 200m、 竹田ファイター先頭だ。竹田ファイター差を広げる。2番手はレイホーネット、竹田ファイター今ゴールイン。段違いの強さです。竹田ファイター1着、2着はレイホーネット。竹田ファイター素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。